はい、皆さんどうも、みつ太郎です。マリオメーカーではなく、ハエたたき実況プレイやっていきたいなと思います。マリオペイントに入ったハエたたきですね。というわけでやっていきましょう。さっきもう始まってるわけなんですが、とりあえず出てきたハエを全部叩くだけだったと思うんですよ。いや、なんかね、昔ね、ライフがあった気がして、なんか敵がもね、結構ビームを飛ばしてきて、オッケー、コングラチュレーションズ。なんかね、ビームを飛ばしてきて、なんか食らうとね、手が、あーみたいな感じのね、顔をしたと思うんですけど、なんかそれがないから、これね、ちょっとやったんですけど、小映え出してもらわないと、で、こいつがね、本当は攻撃してくるんですよ。はじめやった時に、あ、ここは倒さないといけないね。トゥトゥーン。トゥーデュデュデュなるべく。うわー。え、これ、いけん、どうすんのこれ。15、全然足んないな。なんか2番目の越し方が難しそうですね。ここは普通に出てくるやつをそのまま倒せばいい感じですが。ほい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 。で、そう、ライフがないから、まあ、時間内にうまく倒せるかどうかっていうことになるんでしょう。でもタイム増えたりするのかな？連続で何匹倒したりとかすると増えたりするかな？まあ、一応危なげなくクリアできますが、ここだよな。出て、ここかな？おらららら。とりあえず、出してったやつから、こいつは大丈夫で。で、はい。はいはい。あの、びっくりするぐらい。はい、ちょっと検証してみたところ、こいつ、即叩きです。で、これ、小映え出すと、総合で叩く数が増えちゃうんですよ。だから、小映えを出されるのがタイムロスです、完全に。だから、こいつら先に。お前、さりげに出てきやがったな。おぉ、こすったー、やったー、ふぅわー、どれかなった。ファイナル。あ、出てきた。お前いたよな。これボムダメなのかな。ボム倒せって。おーおーとか言いながらね、あれね、これボム巻き込みながら超連打。あれ、で、また戻ってきましょうか。はいはい、とりあえずね、うん、即叩きを基本にしていけばいけたんで。もうこいつ、ゴムも即叩き、ハエを出されるから。ハエ出すのお前か。ゴムは時間減っちゃうんで、小林を全部倒さないとこいつ出てこないのかな。いい顔してるけん、顔だ。意外と楽ちんでした。ハエの爆発。で、わあ、増えた。ビルダーマリオ。ハテナキノコで変身できるキャラクターが増えるそうです。はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。ハエたたき実況プレイでした。では、次回でお会いしましょう。さよなら。